疲れ様です。ノーズダイブチャンネルのてっぺです。鉛筆がぶっ飛びました。耳にかけてたノーズダイブチャンネル。ただいま時刻は7時44分。めっちゃお腹空きました。ちょっと行ったろうかなと思ってるんですよ。どこへって？丸源。昨日言ってたように帰り道あるんですよ。うわ悩む、まあ、あんま悩んでないけど。あ、皆さん昨日見ました？動画、新しいやつ上がってましたね。めっちゃええやんあれ。面白いと思って、昨日10回以上見ましたね。いやあれええわ。いやさすがザキって感じっすね。編集のクオリティが違うわやっぱり。片手間感ないっすもんね、僕みたいな。いや申し訳、いや申し訳。ええっすねあれ、おもろかったわ。いやでもね、僕も昨日ショート動画出してるんすよ。見ました？あれ結構僕お気に入りなんすよね。好きで自分でも何回もちょっと見ちゃうぐらい。あれ結構ええと思うんすけどね。バズってもちょっとプチバズりしてもええんちゃうかなって。まあそんないかんねんの、いかんだわ。まあそんないかないんでしょうね、いつも通り。寒いし、ほんで、今日は午前中お客さんのところでクローゼットつけてきて、で昼から違う現場来て、今終わった現場ですね、今帰ってるんですけど、今日なんかめっちゃ食べましたね。お昼ご飯にうどんでしょ、でちっちゃいカレー食べて、足りひんからじゃがりこのちょっと大きい L サイズっていうやつがあるんですけど、それとトッポ食べて、でそのクローゼットつけたところのおばあちゃんからもらったウィダインゼリーみたいなの飲んで、マスカット味美味しかったっす。大きいです、大きいです。ほんでなんじゃ、そんなもんか。そんな言うほど食べてないですね。いやもうお腹すいた。魚食べたいな。僕引っ越す前近所にライフがあったんですけど、ライフ結構レベル高いんですね。そこそこ刺身とかめちゃくちゃうまいんですよ。んで毎日のように刺身買ってきてもらってて食べてたんですけど、あやばい、肉そば、うわー悩む悩む、肉そばいっちゃう、これはちょっといかなあかんやろ。駐車場式や。よいしょ。いや食べたかった。もう無理やった。久々に行かなあかんと思ったわ。よいしょっと。
ほんまに行ったってこと。あれ？見える？見えへん、肉そばって。見えた？これは。ちょっと早く食べたいから閉めますね。ノーズダイブ、あ、違う。今日もこの動画を見てくれるあなた、あなたの生活にもっとどっぷりとノーズダイブしたい。で、ノーズダイブチャンネル何の動画上げていくのって。今日も言わない、今日も言わない。聞いて、まるげ8時までやった、断られた。